シュライワンのキャプルンの近くの沿岸シュライ自然公園の地図シュライワンはドイツ北部シュレースビヒホルシュタイン州のバルト海側のアンゲルン半島とシュバンゼン半島に挟まれた細長い湾である。キャプルン、アーニス近くのバルト海からシュレースビヒまで20マイル伸びている。シュライワンに沿って多数の小さな湾や湿地がある。ヘーゼビューのバイキングの主要な居住地は ファースの上部にあったが、後年シュレスビヒに都市を移し放棄された。博物館がこの地に建設され、昔の町の様子を伝えている。シュライワンの地形は最終表記に形成されたと考えられているが、形成過程には論争がある。シュライワンは観光案内などでは、フィヨルドとして紹介されることがあり、付近にはキールフィヨルドなど、氷河の直接の侵食により形成された。 フィールド地形が見られる。しかし実際にはトンネル国と呼ばれる別の形成過程を経たのではないかという説が唱えられている。トンネル国は氷河や氷床の低位度側末端部において氷河の地面側で溶けた水が氷河や氷床の下をトンネルのようにして流れ、それによって谷が形成されたとする説で岩石等に氷によるサッカコンが見られない場合を説明する説である。 ありがとうございます。